どこで勉強したんですかとか言われるんですけど、はい、今回の自家製ラー油はですね、あのクッキングマニアックっていうホームページがありまして、インターネットにですね、はいはいはい、であのそこ東山さんというあのすごい方がいて、まあ、そういう人ももともと料理のプロじゃなくて、あの料理が好きで、うん、であのそういうふうにいろんなこう料理科学の研究をしている人なんですね。でそういうのの好きなのがあの好きなのをこうホームページに載せたりしてっていうのがこう講じてですね、今蔵前であの汁なし担々麺のお店をやってるんですよ。担々タイガーって言ってめちゃくちゃうまい。なるほど、はい、室さんもちょっと近々行きましょう。ぜひ。大体120度ぐらいからこの、スパイスの中に入ってる。でスパイスってこうどうして匂いするかというと、中にこう精油成分、うんうん、が入ってて、でその精油成分がこの外に出てって、その香りとか味とかが出てくる。それをこうあの外の油にこう移していくような温度が、まあ、大体そのスパイスによっても違ったり、まあ、120度とか100度から130度とかだったり、そうなんですね。だからこう冷たいところからやっていくんですよ。熱い油に一気にやっちゃうと、その精油成分が出る前に焦げてしまう、うん、苦みが出てしまいますんでね。あのやっぱりこうあの料理のこう世界とかってこうやっぱ昔からこう見て盗め、むしろむしろなんかこうあの他人を蹴落としてでも自分だけのこう秘密をこう守り続けるみたいな、一子相伝的な、はい、僕そういう雰囲気がちょっとちょっとね、あの多分苦手でして、あのあれさ、あの売ってるやつボッコジョじゃん、はいはい、あのだけどあのこうあのボッコね、そうボッコジョじゃん。でもあのこうスパイス専門店とかに行くとこういう風にあの木の状態でも売ってますから、どっちでも大丈夫です。はい、自分で撮ってます、ね、いや綺麗ですね、綺麗、のま、覗かなくても撮れます。インスタ映えする真ん中でピント、あの画面横の真ん中ボタンで、あ、いや、親指らへん、それでピント合わせられます。いいね、いい感じでございますね、うん、そう、撮る？なんでなぜ撮ったのピント合わせてまで撮る、うん、こっちより多いからこっちちゃんと撮ってそう、あの家のオーブンが結構250度って出てても、これでこう小さい測ると220度ぐらいだったりするんですよ。まあ、それによってお菓子の仕上がりとかパンの焼き上がりがこう違ったりするんですね。じゃあもうこの機械うちで仕入れて販売した方がいいんじゃないですか。そうですねこれね、みんな買ってもらいます、うん、Amazon で買ったんだけどさAbout 80、約80度ということで、まだまだですね。なんで英語で言ったんですかそのインターネットっていうかさ、その IT の世界ではそのやっぱりオープンソースっていうのがさ当たり前 で、うん、でそうしてこうあの技術っていうか ね、 あのね、文化がもう進歩していったっていうのを教えてくれたのが、あの神田にある、未来食堂っていう、まあ、有名ですね、そう、うん、未来食堂っていうところの小林世界さんっていう人がそのオープンソースを提出、もうそこはオープンソースもオープンソースだって、事業計画書とかあとあの収支とか、うん、もうそういうのも全部オープンソース、へえ、うん、でこの間本になった。そう、その人はあの元々あの IT 関係の仕事をしてた方で、はあ、じゃあそのノウハウを、うん、そう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 、料理の世界に、料理の世界に、それがもう俺も全くもって素晴らしいと思って、うん、俺もその、すごいですね、そのマインドを受け継いでやってるつもりではいますね。勝手にね、うん、勝手にで毎日メニューが日替わりの1種類しかない、っていうのをパクって俺旭川で大西クッキングスタジオやった。すごい。もちろん小林世界さんにもあのお礼申し上げたし、あの始める前もあのいやそういう風にやりたいんですって言って言ったんだよね、はいはいはい、この間あのお子さんご出産なさったそうで、はい、はい、小林世界さんおめでとうございます。あ、はい、女性の方、女性、女性の方です。すごいね、女性の方ですね、髪型がエグい僕らの食事前に撮るわけじゃないですか、うんうんうん、苦行ですね我々ね、お腹が空きますね、食事がね、のっぴきならない事情でいや別にね、そんな大事ではないんですけど、うん、あの僕東京来てまだ、はい、まあ、2、3ヶ月、はい、まあ、北海道から出てきて、やっぱり東京で、あ、特にこう調布の、あの飲食店が楽しすぎて、はい、
毎日もう飲みに行ったり、はい、もう食べに行ったり、ちょっとお太りになられたんですね。お太り遊ばれた。お太り遊ばれまして、はい、でそれでもういよいよやばいなっていうことになって、最近あのジムに通い始めまして、はいはいはい、日調布のエニタイムフィットネスに通ってます。でそれと同時に糖質制限を始めまして、ご飯ダメです、パンダメです、麺ダメです、でもそばは GI 値が低いからあのちょっとなら大丈夫。そば食べに行きましょう。今日のさラー油とかこれそばにかけてもめっちゃうまい。そばにラー油は、うん、うまい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 、絶対うまい。そば買ってきましょうでもその辺のそばはあんまりそば粉入ってないことも多いから、あ裏を見てあのそば粉より小麦粉って先に出てるやつは小麦粉分量が多い。ナムプリックパオの瓶に入ってます。ナムプリックパオ。ナムプリックパオ、なんすかそれ。これはあのタイ料理に使う調味料で、あのバンコク行ったのさ、はいはい、昔ね、その時にあのタイ料理食べて感動して、その時に食べたプーパッポンカリーっていう、めっちゃ美味しい食べ物のやつだ。そうそうそう、カニのねカレー風味カニ、カニのカレー風味カニ玉みたいそれを食べて感動して、はい、ソンブーンっていう店行って、うわこれはもうめちゃくちゃうまい、家に帰ってコピーしようって思って同じ店3回行って。えその旅行中にですか。そう旅行中に、旅行中いろんなとこ行きたいじゃん普通。でもそこで食べたプーパッポンカリーがあまりにも美味しくて、たまったもんじゃない。そうなぜ3回行ったかっていうと全然分かんなかったから。あやっぱり食べたらこうちっちゃい頃からその何だろう、こう何が入っててどういう調理をしてるとかそういうのをこう何か親の遊びで当てながらこう育ったりしたのさ。なんかこう大人になってから今この仕事しててあのやっぱ他のところでこう食べたりしたものが、あこれはこういう風にやってなってるなと か、 だから逆もできるよね。あのあこれああしてああしてああしてって想像したらあのこういう料理作れるみたいな。これがあの自家製ラー油です。ほう、はい、どうぞ。これまちっとワンスプーンね。辛い？でもあのあ、ね、まず甘いっていうか、まあそう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 、それはやっぱりパプリカの甘みね。あこれムロさん豆腐あるな、はい、僕たちの味方大豆製品豆腐。そう、これはタンパク質ですからね。これはねあの同じあの近く西調布にあります三上豆腐店。すぐそこですね。そうすぐそこ。豆腐が本当に美味しい。美味しい。寄せ豆腐がね甘いしすごく素晴らしい。あらー、あー美味しそう。デザートみたいじゃないですか。でしょ。でこれに俺が作ってる醤油ダレ。はい。お。あー美味しい。イライラする。あ。ちなみにこれのラー油で作る四川麻婆豆腐が、うんまあ、僕の一番の得意料理ですね。あれすごい美味しかったですね、はい。まあ、お店ではイタリアンを中心にお出ししております。はい、いや素晴らしいですね、はい。まあ、実はうちのシェフね得意料理タレですからね。そう得意料理何ってさ、うん、困ると思うんだよみんな。まあ、いや今言った四川麻婆豆腐も得意だし、うん、あのレバーペーストとか、うん、ガーリックトーストとか、まあ、だけどなんか本当に何が得意って言われたらタレあとつゆ、うん、あんまり聞かないですけど、でも要するに料理の肝なわけですよね。世の中に存在するさまざまなこうタレ、でも最近こういろいろ作って焼肉のタレとか作るじゃないですか、はいはい、で作ったらなんかあのリアルになりすぎてなんかエバラ黄金の味の味にめっちゃ似てるみたいな、あのあこのタレもしかして手作りとかあんまり言われないんじゃないかなるほど逆に、ね、逆に、ね、怪しい。カレーとかも既製品だろう、なんか作ってたらなんかねあのレトルトカレーみたいな味になったりで、まあ、それだけあのシャンのものがあの到達してるっていうことなんだけど、はい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 、